ちょ、一回だけスキップ理論させて。ノンストップガール理論っていうのがあって、もうすごいスパンでいく。北さん理論知らんの？北さんマウント理論って、北さん持ってないやつをいじめ続ける理論。ゴミ拾いした自分の部屋の。だからお願い、だからお願い。よし、ガチャ見てみよう。ちょ、まずこっち見てみよう。ネメシス最終コーナーで集団の後方の位置から前へ出るとき切れ味が増し速度が上がる。まあ結局これがめちゃくちゃ出やすいかどうかだな。根性 20% である以上、この固有スキルがめちゃくちゃ出やすいんだったらまあまあ出る。まあまあか。さあ期待の、俺がめっちゃ期待してる野営の無敵、どう？ボン友情ボーナス20、やる気効果パワーボー1、トレコついてる 15% か、ん？ 10% か、トレコ 10%、 初期絆ゲージ20、あ、絆あるんだね。レースボファンス、ヒントあれ得意率ない、ヒントレベルアップ4じゃん。ヒントレベルアップ4強くないかこれ。ヒントレベルアップ4。ヒント発生率60。え、これ強いでしょ普通に。え、悪くないだろ全然。まあ、とりあえず、これするわ。納税するわ。うわぁ、なんで嘘だろおい、もう持ってるって貫突これ。俺、雪の美人貫突したんだよ。マジで、激安で。いやでもね、これ成田大神は欲しいな絶対。まず成田大神引きに行くわ10連で。とりあえずこれで引いちゃうわ成田大神。多分引くと思う。来た余裕。待って、俺これさかぶりすぎなんだけど。俺って俺めちゃくちゃ SSR 出んのにさ全部かぶるんだけど、なんで。いや何も嬉しくないけどこれ、普通に思ってるもんだって。前回のガチャは何万課金したのかな、6、7万だと思う俺。あのカレンちゃんも1回でやめたから5、6万かな。もうちょい低いかも。天井行ってないしね。あ、天井行ったっけ雪の美人、覚えてね。まあ、とりあえず成田大治引くわ。みんな引けないと思ってるでしょ俺。俺ってね、あの お前らの空気読まずに引くんだよねここで。俺そういう男だから。これあえてもう一回行く。はい、来た。いや、これ来るでしょ。ピックアップだし、来い。あれ、俺だけだからこれピックアップおかしくね本当に。え、本当におかしいと思うんだけどね。え、俺ずっとこいつら来るんだけど、こいつと帝王。あ、俺に手を差し伸べてるこれ。俺のこと好きなんだな、メイジのマックイーン。だから来るんだわ、帝王もそうだけど。おい、やばそう今日。ちょっと待って、今日テーブルが悪い、もしかして。今日のテーブル、今日のテーブル悪そうなんだけど。
グロいんやが。ちょっと待って、グロない、グロない、ちょっと、はい、はい、きたー、イージーイージーはい、イージーはい、イージー、はい、2万ほどで来ました、はい、イージー、はい、お疲れ、かっこいいんだけど、目が青くなってるよ。すごいタイプのカラコンやな。じゃあサポカも行くわ。とりあえず。いや、今日引くのやめるわ。うん。はい。はい、フェイント来た。おーはい、何欲しいか。いや、フェイント理論微妙だな、最近。俺結構フェイント理論使うんだけどな。そのこれ思考盗聴されてるじゃん、みんな気づいてる？思考盗聴されてんだよ、サイゲームズから。ちょっと一回育成馬娘見ていい？ちょっと一回育成馬娘見るわ。やばい、完全に読まれてる、思考盗聴されてる、読まれてるわこれ、読み合い負けてる、言動やばいですよ確かにお前てか来いよあいつ、なんだっけ、ゼンノロブローへ。あ、わかった、これ一回交換ラインナップ開くんだ。でここを見て、ここ可愛いじゃんこの子、誰か知らないけど、でこの子撫でる、可愛いから、この子撫でてやる気を上げて引く。まあ、一旦3万課金しました、今。サイト。でも、3万分引くとは限んない。もう石を貯めとくという選択肢ある。そんなにだから。まあ、強いけど、このカード。俺なんか昨日めっちゃいいことしたんだよな。昨日ね、ゴミ箱をきれいにしたんだよ。ゴミ拾いした。自分の部屋の。だからお願い、だからお願い、よし、これがゴミ拾い理論よ。お前らスモモンを信じろ。これがゴミ拾い理論。マジで。頼む。来い。おー、帝王嬉しいんだけど。ちょっと待って、帝王嬉しいぞ。あれ帝王ってさ、あれ帝王って、一突でパワーボだっけ？やっぱゴミ拾いしましたからね。ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますおい、おーし、やったありがとうございますありがとうございます、やっぱゴミ拾い最強だな。あざっす。お、めっちゃめちゃ。あ、これ最強。スキップ理論めっちゃ強い。え、そうなの？ちょ、一回だけスキップ理論させて。ちょ、あ、ごめん、スキップする必要ないわ。ごめんなみんな。スキップする必要すらないわ俺。ごめんな。オグリとか欲しいね。オグリ今40なんですよ。オグリ今40で、45になったらトレコをつくんですよ。だからオグリとかでもいいよ。同じパワーワークで。おい、いらねえってお前。何しに来たんだお前、可愛いけど。何しに来たの？
噂をすればなんとやらってやつやん、これ。もういいって、君。来なくていいって。俺、かぶりすぎだって、ほんとに。あ、ちょっとここスキップ理論使いますね。マジでいらねえ。マジでいらねえの来たけど。ねえ。なんか来たけど。もういいから来て。もういい。もう分かった分かった。ソラルさん貫突してる？いや、してそう。ちょっと見てみるか。いや、ソラルさん貫突してる説あるよ。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、本当にしてる！本当にしてるんだけど！ねえ。本当にしてるわこの男。この男やばすぎる、マジで。課金力がちげえ。お金持ちって書いてるし、これ。お金持ちってなんだっけ、マニーめっちゃ稼がなきゃできないんじゃなかったっけ。なんだこの男。この男すごすぎる。俺がこんだけ悩んでどうしようどうしようっつってんのに。うわ、やばい。マジでやばい、今日。運悪くない俺。もちどうだったの？おい、えい、あ、え、ちょっと待って、嬉しいんだけど。え、俺これやばいぞ。え、待って、貫突ではないな。45までいける。45で筋トレだったっけ？やばい。やばい。やばい、相当運悪い。まずい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 。これ一回一回こうやって、ああ来なかったかーって、うわーってなってるやん。だからノンストップガール理論っていうのがあって、もうすごいスパンでいく。見とけお前ら。はいね、これがノンストップガール理論。ちょっと待ってな。俺ちょっとすごいぞこれ。ちょっと待って、貫突なんだけど。貫突なんですけど、俺本当に根性理論最強なんだけど。スペシャルウィークとアイネス夫人貫突してるぞ俺。北さん言わないのくさ。いや、あのね、だからこのゲームで、いや、本当に北さん持ってないの、マジで、ダメだよ。もう。北さんだけは本当に必要。はい、これが北さん理論ね。はい、北さん理論来たー。これが北さん理論。北さんを崇める理論。いや、北さんって強いんだよな、本当に。いや、北さん理論知らんの？北さんマウント理論って。北さん持ってないやつをいじめ続ける理論。ゲームエフィって。はい、あいあと1枚、あと1枚だよね。いや、あと1枚だったらやる。え、今馬娘に俺何万貯金したね。え、はあ、再現こういうのダメだよ。今俺貯金したやん。再現に。再現に貯金してさ。で、その1回目の引きだよ。そこでこれはダメでしょ。ねえ。それはダメじゃない？やっていいことと悪いことあるでしょ。
ここは出して、あ、やった、貯金してよかったってならないと。うん。でもお願い。あれちょうだい。給付金。給付金でいける。これ10万だから。大体。給付金くれん、10万。あ、俺、馬娘に課金するから。頼む。10万給付金くれ。やばいやばいやばい。ぐる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 。やばい。給付金をちゃんと使う国民の鏡せいで。あ、給付金理論はダメか、やっぱり。あ、これ国が絡んでんな、このゲーム。このゲーム国が絡んでる感じだ。あ、給付金理論はダメか。いや、給付金使ったんだよな、マジで。10万、俺はめっちゃ使ったんだけどな、給付金。ありがたいことに。ありがたかったな。ダメだわ、この国は終わる。もう終わるわ、この国は。この国終わるわ。ノンストップガール理論行くわ、このまま。ちょっとやばやば。あー、ノンストップガール理論が、あ、失敗したからね、今。絶対ノンストップガール理論失敗した今。足引っ掛けたね。かかったわ。かかったらダメなんだよ、馬ってのは。もういいぞ、来て。もう来ていいぞ。もうここで来ていいぞ。もうここで来ていいぞ。頼むぞ。何枚くんの本当に。これ俺、これもう俺の女ってことでいいか、アイネス星人。そういう笑いいらないって、本当にいらないんだけど、これ頼むって。いや、最悪なんだよ。本当にいらない。確かにもう2貫突できるよ、アイネス星人。いや、お願いお願いお願い、もう課金したくないから、お願い。はい、来た。お願い。よし。貫突したわ。一天井で貫突したわ。くっそいいじゃん、普通に。8万か、使った金額は。言うて8万使ってるけどな。この子めっちゃ可愛いんだけど。この子ってこっちね。俺こっちめっちゃタイプなんだけど、みんな。はい、桜爆心王です。私は晴れの日が好きです。なぜなら走りやすいからです。報告は以上です。えっへん。まあ中距離で育てるか。まあ一旦育ててってな感じだな。これスタミナきついかな。なんか俺スタミナ伸ばせないかな。まあ一回やってみよう。うん、やってみる。でこれ、なんかこの昔の昭和みたいな服してるの、お前。え、なにこれ。私服可愛いんだけどね。なにこの私服。なあ、クソガキみたいな私服してるけど。これ絶対帽子さ、ずり落ちるやん、これ。はいはい、あ、かわいい、じとめ。はいはい。注目の一番人気、一番。あ、間違った。結果見るしちゃった。おぉ、グータッチしてくれてる。今グータッチしてる、俺、画面に向かって。今画面に向かってグータッチしてる。そう、まだ固有見れてないから、ちょっと固有見てみたいかな、マジで。お、出た！早く、誰よりも早く。甘く見て、後で吠え面かかないでよね。私がマジだってこと、教えてあげる。おお、セリフ長っ。セリフめっちゃ長いやん。腰に服巻いてるのダサくない？
いや昔の人はみんな巻いてたの。二人に一人は巻いてたから。これはね、賢さやね。賢さ言って3回。帝王もいける。ちょっと待って、これ、八重の武器やっぱ強いって、末足レベル5くれた。ありがとう。さあ、この後練習し成功するかどうかっていうのが非常に大事になってくる。くあれ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 空気読めてないよ、ゴルシー。え、ゴルシー空気読めてないよ、これ。ねえ。ゴルシー空気読めてない。これ、ゴルシーなかったら綺麗にさ、ほら。BNW ってやつだったのに。空気読めてないんだけど、こいつ。確かこんなのに負けたの、俺は。圧倒的な速さ。圧倒的な末足。これが決勝とは思えない。圧倒的なウィニングラン。こいつのGパンダメージ受けすぎな。今更やけど。この私服なんなの？ねえ。この私服結構好きなんだけど。ねえ、もう逆に好きだわ。可愛くね？この私服。クソガキファッション。ジャスコのあのなんか展示されてそうじゃない？え、BNW3 人のうち誰が一番強いのよ？格付けはないの？ビワなんだ。へえ。そんなに強いの？ビワ早秀って？でも弱いよ。根性だし。根性賢さだし。いや俺一応思い描いてたのがスピードカンストのパワー1100以上でスタミナ B 以上を思い描いてたから、まあちょっと根性と賢さ1回ずついかなくてよかったね。成田大使舐めたら蹴っ飛ばす。だってよ